Web3 ホワイトペーパーについて聞いたことがありますか？これは日本をデジタルイノベーションのリーダーにするための包括的な戦略と政策提案です。このホワイトペーパーでは、安全で革新的なビジネス環境を構築することの重要性が強調されています。日本は Web3 のビジネス環境を確立し、国際的なフロンティアとしての地位を確立するための政策を積極的に策定しています。Web3 テクノロジーを AI や IoT と統合することで、日本はデジタル空間とフィジカルスペースが融合した新しい社会システムの実現を目指しています。これはソサエティ 5.0 のコンセプトに基づいており、経済発展の促進と社会課題の解決を同時に行うことが期待されています。日本は信頼できるデジタル経済を支え、グローバルガバナンスに貢献するためのインフラとしてのブロックチェーンの重要性を認識しています。同国はデジタルガバナンスにおける国際的なルール作りの必要性を強調しています。このホワイトペーパーでは、VC と DIDO の利用促進、ブロックチェーン関連事業への投資、デジタル資産に関連する税制の改正などの差し迫った問題についても論じています。日本は起業家が繁栄できる環境を作ることを目指しています。このホワイトペーパーでは、DAO の利用を促進し、日本の NFT 市場を開拓するために、起業家が活躍できる環境を確立する必要性を強調しています。イノベーションを妨げない適切なライセンス及び規制慣行も必要です。要約すると、Web3 ホワイトペーパーは、国内外の課題に対処するための具体的な行動計画を提供することにより、グローバル Web3 分野でリーダーシップを確立するという日本の決意を示しています。日本はデジタルイノベーションの最前線に立ち、国際協力を通じて新しいデジタル社会の構築に取り組んでいきます。